東海コ古センゴケドラオースラトキエンシス T ノコムイケーウエダサブスプトキエンシスは、毛線ゴケ科の植物で、いわゆる食中植物の一つ。毛線ゴケとコ古センゴケの中間的な形をしており、その正体について様々な議論があったが、現在は、両者の後輩に由来する独立の種との判断となっている。コ古センゴケによく似た植物であり、 従来は混同されてきた。形態的な差はわずかで、判別は難しい。これが、もう戦後けとの交雑を起源に持つものであり、しかし単なる雑種でないことが、核型や DNA の分析で明らかとなっている。その分布域は、東海地方から一部近畿地方にまでわたり、いわゆる東海丘陵要素の一つともされる。また、葉の形態による区別は、困難な場合もあり、また本種と、 古毛線ゴケとの雑種も報告されており、より区別の困難さを増している。本種は従来は古毛線ゴケとして扱われてきたことも多いと思われ、記録の扱いには注意を要する。ただしその確認は困難と思われる。小型の多年生双本。茎はごく短く、葉は根室状に出てロゼットを形成する。葉は長さ1から2センチメートルほどで、 木部はくさび型、つまり次第に狭くなり、葉片はあまりはっきりしない。葉の表面には一面に長い線毛があるが、葉兵部からは出ていない。線毛は赤く、葉芯そのものも赤みを帯びる。間膜質の卓葉は深く4つに裂ける。花などは、小毛線五系とほぼ同じであるが、学片は狂乱系から卵型である。種子は、長さ0.5から0.6ミ、mm、リメートル。 幅0.16から0.22ミ、mm、リメートル。生育環境水湿地に生える、毛戦五ケと一緒に生えている白い花毛傭兵の先に丸い葉があるものが、毛戦五ケ本州の北陸、東海、及び中国地方と四国から知られる。さらに九州からもそれらしい報告があるが、精査は行われていない。小毛戦五ケは宮城県以南、琉球列島にまで分布するので、 本種はこれに比べるとずっと限られた分布域を持つことになる。日当たりの良い酸性の湿地に生える。この点、盲腺ゴケも小盲腺ゴケも同様なのであるが、小盲腺ゴケの方が水浸しでない環境を好むと、される。本種は、小盲腺ゴケより、岩水量の多い場所によく生育し、これは以下に述べるように本種がこれら二種の雑種に起源を持つことから、小盲腺ゴケが、 盲戦ゴケのゲノムを獲得することでより湿った土壌に適応するようになったとも考えられる。古盲戦五毛線ごとごく似たものであり、形態的に区別するのは難しい。区別点としては、古盲戦五毛線の葉は、傭兵と傭心の区別がほとんどないが、本種では多少とも区別できること、傭兵部分に専門がないこと、卓用が4列、種子がより大きいことなどの違いがある。 葉の形については、古毛線ゴケと区別できない場合もあるが、線毛の出る位置については、両者は区別できるとも言う。なお、毛線ゴケは、養親が通ら上円形で、基部は細い柄となり、本種や古毛線ゴケとははっきり区別できる。ただし本種にも、地方変異があり、関西地方のものは、東海のものに比べて、古毛線ゴケに近い形であるといい。 専門の配置についても、古毛線後家ほどではないが、東海のそれより、傭平側に広く存在するが、このような際が、起源の違いによるのか、本種が成立した後に変化したものかなど、多くの問題が解決されていない。厄介なことに本種と古毛線後家の、さらに中間的なものがあり、両者の雑誌と考えられている。これを、ヒューガ古毛線後家といい、 本種のアシュサブスプ、ヒューゴンシスセトと位置付けられており、四国と九州から知られている。愛知と兵庫での染色体の観察によると、毛戦ゴケは 2n イコール20の2倍体、小毛戦ゴケは 2n イコール40の4倍体、本種は 2n イコール60の6倍体であった。また染色体の大きさに顕著な差があったために、これらを L と S で示すと、 毛線ゴケの角型は 2n イコール20イコール 20s、小毛線ゴケは 2n イコール40イコール40リットル、本種のそれは 2n イコール60イコール20リットル、40s で示されるものだった。また原数分裂はいずれのものでも正常に進行していた。つまり、本種の持つ染色体の大きい方は、毛線ゴケ小さい方は、小毛線ゴケに由来すると考えれば、 本種はこの両種の雑種に由来し、それがさらに倍数化したもの、雑種、副二倍体起源の分類群であると考えることができる。また、葉緑体 DNA の分析によると、本種のそれは小毛線ゴケのものに一致し、小毛線ゴケが本種の唯一の母親種であることを示すと考えられる。日本産の小毛線ゴケに二つの方があることは、古くから知られていたことであった。 一つは、葉の形がヘラ型で傭兵の部分にまで毛があるもので、これは従来の古毛線ゴケディースパサラタの記載によく一致する。これは宮城県以南に広く分布する。他方、東海地方を中心とする地域には、葉の形が円形に近くて傭兵が区別でき、しかもその部分が無毛である方が見られる。この傭兵のある方を関西型と称し、 前者の方を関東型と呼ぶことは1970年代から始まった。1978年に関西型、つまり本種は古毛線オケの足との判断から D スパサラタ SSP トキエンシスとして記載され、和名としては関西型古毛線オケを提唱された。これにこうして染色体の研究も行われ、関西型が 2N イコール60であり、 関東がが2 N イコール40であることも知られるようになった。このようなことを踏まえ、その上で、形態的、細胞学的な精査を行った中村、上田はむしろ本種を独立種と判断した。同時に、上記の和名を、通称名をそのまま採用したもので、標準和名としては、不適当との理由で、頭木の和名を示している。 環境省のレッドデータブックでは取り上げられていないが、各府県単位では、福井、市が、岐阜、京都など数県で指定されている。どうやら分布域の変炎部での指定と思われる。中村、上田は本州に関わって、以下のような問題を指摘している。本州は従来は、古毛戦後家と判断され、そのように記録されてきた。しかし東海から近畿においては本州であった可能性が、 大いにあり、むしろ本種であった可能性の方が大きい。しかし確認しようにも、本種らの生息環境である湿地が大いに失われており、そのような場所のものは、その標本が残されていない限りは、確かめることが不可能となっている。しかも、日本では、そのような標本管理の施設が不十分であり、今後は、公的機関で永続性のある標本の蓄積というものが重要になる。 というものである。観賞用に栽培される。また本種にはアレルギーを抑制する物質が、毛栓語系や小毛栓語系より多く含まれていることから、創薬に向けて研究されている。ありがとうございます。